あなたは所信表明をされましたね。海外にはばらまく、日本の学生には見向きもせず、留学生には奨学金を投入する。国民が瀕死状態なのにさらに増税を行おうとする。支持率が落ちたり評判が悪くなると思わせぶりなこと言いますけど、もういい加減愛想つきました。教えてほしいんですけど、国民から取るだけ取った後に還元しますって、あなた何か勘違いしてませんか？そんなことなら最初からしなきゃいいんじゃないんですか？てか還元って何ですか？あなた何様ですか？もう国民をいじめるのやめてください。